ムーミーが公園版の家に閉じ込められてるらしいよ。あ、あるじゃん。ちょうど島の真ん中らへん。いいとこ住んでんね。向かいましょう。うん、お化け、こんにちは。あ、そうじゃ。ジャコネズミとキノコシチューでも食うかの。フィン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 。さあ、どうぞ。おや、考え事をしとるときにまた邪魔が入ったわい。じゃが逆に良かったかもしれん。深刻になり始めたところじゃったから、クソ、クソじじいめ。それでおかわりないですか。優しいね、本当に、スナウキン。俺、クソじじいとか言っててごめんなさい。変わったことはいつでもどこでも起きとる。そこら中でな。そういう質問をするときは、もっと具体的に聞くべきじゃな。もう、こんな人とご飯食べたくないです。今、あなたの周りで何が変わったことは起きませんでしたか。空っぽのお腹でここに座っておるお前さんが無意味で愚かなことを言うのをやめるのを待ちながらな。最近はこればっかりじゃ。そんな日常的に何も起こってないねんな。お前、俺がさっき前来た時から何も起こってないってことでしょ。それでは食べましょうか。優しい、ごめんなさい、俺だけ怒ってる。食べようというのは賢明な言葉じゃな。そして今わしの問題は両方とも解決したのじゃ。さて、それらの問題が解決したところで、そろそろ次の食事の心配せにはならん。わしが考えるからに、お前さんはイサクラとポルチーニを探しに行ってくれんか。え、食べたのもう。で、新しいキノコ取ってこなきゃいけないってこと今。わかんない、もう取ってこないよ。あ、ダメだ、右下に新しいクエが出てるわ。とりあえず気が向いたら取っときます。笛吹くよ。ありがとう。お、太鼓ポイントだ。渡れるようになったぞ。これはいい兆しです。太鼓太鼓。わあ、太鼓でいろんなもん散らせんだ。あれ、繋がった。もともと行けるとこと繋がっただけか。あら、あなた、こんにちは。名前忘れちゃった。こんにちは。そうだ、ヘムレンだ。こっちの島来たんだね。ニョロニョロの島にいたもんね。スナウキン、ちょうど良いところへ。ちょっといいかね。コレクション用に新しい蝶々が必要でな。正確に言うと3匹なんじゃが、蝶々捕まえたらできるんです。手伝いますよ。何でも手伝う好青年。はためく心出て捕まえんの。まず蝶々いないよ。わかった。笛で眠らせるんだ蝶々も。また見かけたら捕まえときます。わ、降りれるぞ。目的地とは絶対逆だけど一旦降りましょう。水がないって言ってる人がいる。ここ水垂れてるや。なんかここでなんかするのかな。こんにちは。うわあ、新しい花デカだ。カウチ、何、もしかしたら、あ、もしくはおでこの汗とか。こんにちは。こんにちは、調子はどうですか。絵描きのヘムレン。あ、え、違う、ヘムレンさん。ヘムレンさんって何、わかんないや。ヘムレンって、ね、いっぱいいるんだ。職業ごとにいるんだね。最悪なんだ、水がないから描けしねえ。絵を描かない絵描きとは一体何なのか。何の意味もない。よかったら水探してきましょうか。本当かい。そうしてくれたら今助かるじゃんだけじゃない、今後の絵描き生命も救われるだろう。お前それ口なんや。珍しい。珍しい。てかムーミンとかもんじゃそこに口があるんかな。この瓶を使って愛しい雫を集めるといい。了解よ。借りるわね。あ、かわちい、持ってる持ってる、砂付近かわちい。なに、ここでひょう。これ何の汁、希少。はい、あれ、一滴しかった。え、こんだけでいいの、もっと食べなくていいの。一滴垂れたら垂れなくなっちゃった。こんにちは。あ、まだダメダメダメ、全然ダメそうだ。喋ることすら許されてない。しばらく置いときましょう。バイバイ。あ、ダメだ、石がいる。石取る、石置く。これで登れる。はは、あ、あ、うわ、なんてこった。水は一箇所じゃやっぱ溜まりきらないんだ。そんなバカな出し方ねえな。取る。うん、ニューウォーターいただき。どっから垂れてきてんの。だからこれ上見えないけど。はあ、全部シュッた。ちょっと置いときましょう。こっちにも水があるでしょ多分。ちょっと長いわね。こんにちは。ああ、ああ、揉めてる、ネズミとクモさんが。いや、また会ったね。いや、もっといい場所見つけたんだ。でもネズミたちは家に帰りたがってるようだけど。本気か。今度はどかないからな。ごめんな、クモさん。悪意はないんやけどさ。
てか上上がれるんや。いけずしたんだよ雲。この太鼓には君を動かす力があるんだ。こわこわこわ。そんなん俺言われたら泣いちゃう。認めるよう、なかなか楽しめた。楽しかったよ。よかったよかった。それはよかった。みんなも幸せそうだ。完了。こわ。この太鼓には君を動かす力があるんだ。ずっと考えてたんだ。俺も楽器を習ってみようかなって。あ、いいと思うよ。新しいことを始めるっていうことは素敵。俺みたいな八本足はハープがぴったりなんだって聞いたことがあって。だけぐんぐざぐざやったら買いまくっちゃった。ごめんなさい。いいかもしれない。あれ、ハープの弦って8本なの？もっといっぱいありそうなイメージあんねんけど。あ、水たまり見っけ。取る。水をしわす。吸った。パンパンじゃね。ちょっと一回置いときましょう。上いけるでしょここ。はっ、フィジカル。うわ、上はあれだね、普通の道に戻る感じだ。絵描きさんとこに届けに行きましょう。水の入った瓶、あ、もうアイテム化しちゃった。手で持たなくてよくなったね。絵描きよ、水手に入れたで。水手に入れるだけでも大変な世の中だね。こんにちは。さあどうぞ。水いっぱい入れてきましたよ。これは現実か。ついにまた絵が描けるぞ。口口そこなんだね。さっきも言ったけど、やっぱり違和感しかないや。これお返しだ。何かの落書きだか持っていくといい。私は文学が苦手でね。ムミパパのやつじゃないの。何を描くんですか。今のところ点を一つ描こうかなと思って。アーティストだ。天才気質だ。やばいぞ。点、これびっくりする。俺びっくりする。なに、ただの点ではない。特別にな輝きを放つ点だ。それも前代未聞の偉大な点さ。それは目にするのが待ちきれないですね。楽しみ。なんか変な詐欺とか始めそう。怖い。あ、レベルアップした。やったね。よし、何気なく受けた絵描きのミッションがちょっと大変だったわ。花馬さんの鏡取ってくるだけで済むようなやつやったら楽ちんなんですが。あーあーあーあ、スティンキーだ。その手に持ってるのはなんだ。透明の子の服じゃないのそれ。しかもちょっと新しい服手に入れたのさ。気もせずに持っとくんやったら返してあげな。それは君のじゃない。いいよ兄さん。ちゃんとしたところでは声を荒げる。兄さん素敵。へ、知ったことか。捕まえられるものならやってみならや。待てー。あ、草が歩くの遅くなっちゃうんだ。追いつけよな。ほら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 。どうじゃ。あ、落とした。疲れてきたか。まだまだだぜ。取るリボン。へー、おや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 、バカめ。あ、次靴下。さあスティンキー、残りをこっちに渡すんだ。嫌なこった。靴下かわち、あ、かわち、ねん靴下。ほりゃ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 。あ、動き、あ、落とした。動きが遅くなる草も太鼓でへちゃげされるんだ。ドラマ。それはこっちのセリフだ。これに懲りた。悪いことしちゃダメだよ。はぁ、絶対許さないからな。それくらい何でもないさ。うお、かっちょい。お前に許されへんぐらい、けでもねえってことね。お前、ほん、はぁっていう言い方と、あの鼻からして中身ミニなんじゃん。違うんか。スティンキーはスティンキーだもんね。とりあえず先に服届けに行ってあげよう。かわいそうだからね。名前忘れたよ。服取ってきたよ、スティンキーから。あれ、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。いた。さあどうぞ。これで全部だと思うんだけど。ニンニだ。そうだ。あ、かわちいね。へん、かわちい服着てるね。あ、親切にしてくれて本当にありがとう。どういたしまして。これでうっかり君のつま先を踏んづけることもなくなったね。そう、かわちい靴下履いてるからね。あ、まけど靴履かず靴下だけで砂浜歩いてたら靴下切っちゃな。なんで気をつけてね。よし、見戻ろう。そろそろムーミンが待ちくたびれてますわ。あ、いや、見たことないかわちいキャラが。わあ、全キャラかわいさの暴力だね。かわちいね。かわいさに鉢に閉じ込められてる。助けるからね。ダメだ、届かない。あれ、どうすんの。高さがないや。あ、この木をよじ登れんだ。いや、クニッと。知らなかった。あ、ちょっとくたびれた感じの人だねけど。今日かわっち、黒の黒で黒、マント、魔法使いみたい。あ、どうも旅人さん。旅の邪魔してすいません。何かお困りですか。こっちのセリフ。困ってるのは君のようだね。ええー、そうなんです。ごめんなさい。謝らなくていいよ。どうしてこんなところに。話せばなるくなるんですが。構わないさ。本当に実は恐ろしくて孤独な家を出てきたんです。友達を探しに。
そして見つけたんです、希望のかけらを。ボトルの中のメッセージを。まさに友達作りの第一歩でしょ。スクルットカラーでした。彼女はスクルットという名前です。ですが外の世界もひどい場所だって気づいたんです。昨日の夜恐ろしい遠吠えが聞こえたので木の上に登ったんです。それで蜂が怒ってしまったみたいで今怖くて降りられないんです。なるほど、蜂をなだめることができるかもしれない。そうですか、もしご迷惑でなければ。任せてスクレッツキュースクレット。眠れ眠れ、ほら、あ、眠らない、笛眠らすんじゃなかったっけ。落ち着いた、今だ。ほんまにそうやな、この僕はできません。なんで蜂と友達になっちゃった、なぜだい。怖いんです、高いから登って降りれんくなっちゃったんか。それならずっとそこにいるしかないだろうね。なんで冷たい、たまには冷たくしなきゃね、砂吹きもね。自分で降りることを覚えなきゃ。もしかしたらそれが一番いいかもしれません。ここなら安全ですし、安全、どんと安全だよ。すぐそこに蜂の巣あんだよ。今までよう襲われんかったな。そしてどこにも居場所がない。悲しいこと言うな。でもあの友達はどうするんだい。スクルットのことですか。彼女には僕がいなくちゃ。怖っ、怖いって、会ったことないやろまだ。やばいやばいやばい、怖っ。あ、魔法使いみたい、かっちょいいよ。やったな。やりました、あなたと一緒に。そうさ、誰かと一緒にやることで大体のことは楽しめるんだ。ありがとうございます。さあ僕は友達に会いに行くんだ。頑張って、その子に会えるといいね。僕がいなきゃダメだのスタンスで会っちゃダメだよ絶対。本当にもう俺怯えてるからね。あーやばい、ムービーのこと忘れた。行こう行こう。あら、謎の公園だわ。公園じゃない、公園じゃない、これは許されるんだ。サーカスみたいな。何、何もいないんだけど気になる。サーカスっぽいよね。サーカスじゃなくてもなんか劇するとこが見たい。なんか後であるかな。すぐ脱線する。こっちだ、もうすぐそこだと思うけど。緑が枯れてるわ。自分家のすぐ横だよ公園番さん。あ、見張りがすごい。そこ動くな。そうだ、怪しい見た目で過ごせる許可証を持ってるのかね。そんな失礼だな。お前らも怪しい服装してるよ。変な服着やがって。あ、変化かわいいな、警察の制服。やるな、今のは恐ろしい。さて何を言いかけていたかな。そうだった、ここは父さんだ。回れ右。はーい。あれ、どないしましょう。侵入しなあかん。こっから、あ、こっちから行けるやん。なんてポンコツなんだあいつら、相変わらず。うわ、かわちぃ、嘘でしょ。え、もう入れるやん。ほんまに。え、ママがいる。もう見らちられたことを怒りに来たんかな。ママ何してんのこんなとこで。パパもいる。どういう状況。ミーもいるし。え、ムーミン捕まえられてる。みんなやっぱ来たんや、心配で。お遊びはここまでよ。お宝をよこしなさい。あ、そうだね、ミーはそれ目的だもんね。それから、あ、ムーミントロールもよ。はぁ、ムーミントロール。いやぁ、リトルミー、スナフキン、お願いよ公園番さん。私たちはただ愛する子供を返してほしいだけなの。ムーミントロールは器物を壊した罪と神父の邪魔をした容疑で逮捕されている。私にはどうしようもない。規則を決めるのは私ではないのだから。いや待て、実を言えば決めることもあるな。とはいえ規則は規則だ。うぜえ、なんだこいつ、うぜえやつ。進歩だって、お前の進歩は本当の意味での進歩ではない。あ、深いそれっぽいこと言って論破しようとしてる。川の水を干上がらせ、自然を壊し、動物たちを追い出した。確かにそう言われればよくないね。お前には未来像ってもんがない。灌漑システムが動き出せばこのムーミンダミは素晴らしい場所になるんだ。灌漑システム、なんだそれ。全ての水をこの公園に引くつもりだ。未来のムーミンダミを今想像しているのだ。なんだ、すごいすごいぞ。水が干からびてるのはそういうことなんか。なんで干からびてんだと思った。もういい、ムーミントロールは離せ。サムナイト。サムナイト、なんだ、なんなのサムナイト。どうなるか今にわかるだろう。何する気、兄さん。え、何するんです、怖いんですが。やっちゃいます。警察たちのこの動きは正解な、バグってない。これめっちゃ反復横跳びしてるやん。よし、とりあえず砂吹き兄さんやっちゃいましょうか。公園番に目にも飲みしてありましょう。